はい、どうもちゃんめめです。今日も楽しくスマブラスペシャルやっていきたいと思います。今回なんですけど、エンダーマンの即死コンボではなく即死技みたいなのをね、紹介していこうかなと思います。スティーブ、エンダーマン、アレックス、ゾンビ、こいつらの即死コンボ何個かあげたと思うんですけど、コメント欄であったんだよね。むずすぎると。お前ができる自慢は分かったから、もうちょっとね、誰でもできるような簡単なコンボを教えてくれとか、もっと簡単な即死技、即死コンボを教えてくれというふうに要望があったので、今回はマジで誰でもできるよっていう即死コンボ、即死技やっていこうと思う。2段ジャンプしてブロックを作る。そしたら後ろ投げこれだけ誰でもできる。もうここで疑似がけメテを完成することができるみたいな。やばいでしょこれ。もうシークだったら 40% ぐらいで死ぬというね。うえぇ誰でもできる。え、これできないってなったら相当まずい。相当まずい。これできないっていう話だったら、もう、もはや俺の問題ではない。これできないのであればもう俺は、俺の問題ではないと思う。さすがにね、これはね、誰でもできるレベルだと思うので、やってほしいね、これは。これはさすがにね、できる。誰でもできる。できないのであればもう終わり。俺はもう、俺から教えることはもうない。さようならって感じ。反対側も一緒で。でも同じですね。ブロック作って後ろ投げするだけ。簡単だからね、これ。結構ね、範囲広いし、マジで強いと思う。さて、奈良といえば、鹿、大仏。強っ。好きだね。いいね。画面見てるかこの子。大丈夫かな。奈良くん、画面見てるかな。DA のさ、2段目だけで 14% 入んのえぐいな。いいね。DA した後さ、出し攻撃の1段目当たんないキャラいるよな。強え。ジョーカー、マジ強い。何その画面見てる風な立ち回り。普通に当たってるんですけど攻撃。いいですね。下強行すんのね。奈良くんね。奈良に住んでるのかな君は。やだな。
生産性なさすぎだろ。生産性ねえな。はい。いやマジで時間の無駄。ガン逃げしてるだけだもん。つえマジでジョーカー。何このキャラ。やばくねこのキャラ。楽しい。バイーン。いいね。飛びすぎだよね、タラくんね。時間の無駄。4分ぐらいかかったぞ。あれ、結構かく。マジ。俺マチって名前の人で知ってる。あー逆です。あマチって名前で知ってる人タワラマチぐらいだな。いいね。強っ。バイーン。おお持続長。バイーン。ぐしゃ。バイーン。ドロップキック。あれ崖つかめてね。つえうわイオナズン強。最強やろマジでこのキャラ。やばすぎ。